ははい皆さんこんこにち JK んんです今日なんですけれども今日は、えー、昨日に続きまして2022シーズンディフェッチ高い、えー、ライトサイドバックということで右サイドバック限定 え、限定まとめやっていきたいと思います。噛むとこじゃないね、今のね。ま、撮り直そうかなと思ったけど、もういいでしょう。やりましょう。はい。ま、23シーズンに向けてね、ま、どういった選手を狙っていくべきなのかっていう復習も兼ねてね、え、見ていってほしいなと思いますし、ま、あ一応記録用としてね、ま、残しておく価値はね、十分にあると思うので、ま、僕のための動画でもあるんですけど、ぜひね、皆さんも活用してみてください。ということで、はい、やっていきましょう。 えー、サムネね。まあ、岩田選手持ってこさせていただきました。まあ、来シーズンはね、もうセルティックに挑戦、えー、ね、えー、移籍してるので、す <laughs> でにジェックラーにはいないんですけど、23シーズンはね。はい。まあ、でもね、まあ、わかんないですからね、いつか。まあ、帰ってくることがいいな、いいことなのか悪いことなのかっていうと、 ま本当はね、海外でね、第一先生で活躍してほしいところもありますがね、まあみんながみんなそういうわけじゃないので、もしかしたらね、まあその海外に行った選手の中にもね、やっぱり今、現在もね、帰ってきている選手も多々いますので、まあ何年後かになるかわかりませんが、取っておくね、価値は十分にあるカードがね、もうすでに岩田選手とか、まあ他に言ったらね、ま谷口選手とかも、まあ三沢選手とかもね、海外挑戦中ですけど、まあそういったところもね、しっかりと、まあ残しておくね、やっぱり価値ある選手だと思うので、まあ皆さんもね、 はい。しっかりと検討してみてください。ということでね。はい。まあ、検討大事ですからね。はい。検討は大事ということでね。はい。<laughs> よろしくお願いします。ちょっとテンションおかしいのはね。えー、WBC 見た後だからなんですけど、やっていきたいと思います。<laughs> はい。ということで、えー、調べましたところですね。えー、っとね、15人かな。うん。 15人いたので、今日もね、4ブロックで、えー、紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。では、ここから落ち着いてやっていきましょう。さあ、じゃあ、まずね、第1ブロックから紹介していきたいと思います。じゃあ、こちらの選手たちです。はい、えー、4人ですね、紹介していきたいと思います。まずは、えー、左田中俊太選手ね。で、次が、えー、右に移動して、小賀太陽選手。その右が高橋祐二選手。その右が岩田智樹選手となっております。 まあ一人一人ね、見ていきますと、田中俊太選手ね、後半シーズンからね、結構ボランチとかも含めてなんですけど、結構やっぱりね、需要の高い選手になりました。まあその中でエクスペがね、登場しまして、このエクスペね、まあスティールはないものの、まあやっぱりね、まあディフェッチとかも高いし、うん、これからね、まあボランチのさっき言ったね、選手たちがね、あの海外に行っちゃったりするので、今日はね、右サイドバックとしての、まあ選出にはなってますけど、まあそういったところでもね、活躍が十分に期待できるので、来シーズン以降ね、楽しみな選手となっておると思います。 まあ、リーグでも、クラチャンでもね、はい、使える選手だと思うし、使えるカードがね、まあ、出やすい選手だと思うので、はい、そういった意味でもね、えー、これからの需要はね、増してくるんじゃないかなと思いますので、まあ、コカをね、抑えておくべき選手かなと思います。はい、その一つ右に移動しまして、小型太陽選手ね。もう、コカ選手はね、両サイドバックできて、まあ、左サイドバックの時もね、紹介させていただいたんですが、まあ、本当にね、まあ、グレード94で両サイドバックできてというね、もう贅沢ですよね、ディフェンチ高くてというね、 うん。まあ来シーズン以降のね、適正もちょっと気になるところでありますが、結構ね、最近センターバック多めだと思うので、どうですかね。まあ減ったりもね、J クラスする可能性はあるので、まあ正直23シーズンのね、蓋開けてみないとわからないですが、 ま、このまま適性が残ってて、なおかつディフェッチ高いままをね、祈りたいとこですね。まあ、多分ディフェッチは落ちないと思うんですけどね、そのポジションの、ま、反的にちょっと変わっちゃったりとか、そういうところがないかどうかだけちょっと心配かなと思うんですが、まあ、仮になくなったとしても、いい選手、いい選手だし、いいカードだし、いいグレードだしね。はい、当たりカードはずー、ずーぶん出る可能性はあるんですけど、小賀選手ででもね、意外とね、一つだけ気になるとこあって、あんまりね、イメージね、こう僕のイメージなんですけど、ボーナ戦がディフェつかないんですよね。まあ、その、 有能性の、もう犠牲みたいなもんなんかな <laughs>。やりすぎみたいな感じになっちゃうんですかね。でもそういうカードが出てもいいと思うんでね。来シーズンはそういったカードも期待したいですね。はい。で、次もう一つ右行きましょう。高橋祐治選手ね。はい。シミュレスパルスにね、移籍して今シーズンは J2 挑戦になってますが、J2 でもね、やっぱりレベルの高さを、まあ、すでにもう、はい、あの、もう見せつけてる感じがしますね。はい。ということで、まあ来シーズンね、まあ J2 にはって、 ましたけど正直ね、グレード的にはね、上がる可能性十分にあると思うんですよね。まあ、3スキル構成になる89以上とか全然狙えるぐらいの活躍はされてると思うので、はい、ここはそういう意味ではね、まあ、一応 J1 から J2 に移籍すると、ちょっと期待値減るかなと思い思うところなんですが、むしろ上がる可能性がある選手だと思うので、はい、ここ1年注目ですね、来年ね。はい でその右、まあ、岩田選手はね、まあ、先ほどね冒頭で申し上げました通りもう海外移籍ね挑戦中なのではいまあ、23シーズンはね、まあ、前半少なくとも出ないでしょうというところで、まあ、後半以降はちょっとねまだ今後どうなるかわかんないですけど。 まあ今のところは、まあ当分ちょっと出ないと思った方がいいんじゃないかなと思います。まあただこういうね、まあ青図のカードなかなか持ってる人いないでしょうけど、まあ青図持ってたらね、まあ来シーズンは少なくとも大丈夫ですから、24シーズンとかなってくるとね、ちょっとね、もしかしたらステータスのところがーっとかなっちゃうかもしれないですけど、まあとりあえず来年は安泰でしょうというところで、はい、このカードはまあ十分にね、まあ当然通用すると思うし、 まあ、ただ今のレギュラーがね、ちょっとディフェッチ低かったりするので、そっちはちょっとどうかなって感じがしますけど、限定カードの岩田選手なら、はい、24シ23シーズンはとりあえず持つでしょうね。はい。では続きまして、ここから2ブロック目いきたいと思います。2ブロック目も4選手紹介していきます。こちらです。はい、一番左が、えー、サネトウ選手、で、右がタチ選手、えー、その右が大岩選手、その右が塩谷選手となっております。 じゃ、ここもね、一人一人ちょっと見ていきたいんですけど、一番左ね、サネトウ選手ね。はい。まあ、これ2、3月月間ベストゴールで出ましたね。まあ、オーバーヘッドすごいやつね、決めてね、あの、受賞したやつなんですけれども、まあ、サネトウ選手ね、その後ね、ちょっと怪我でね、苦しみましてね、ちょっといろいろ、 その後ね、ちょっと出場機会がなかったりはしたんですが、うん、今シーズンもちょっとねさ、見てないので、ちょっと厳しい状態が続いてるかなと思います。まあ、なので、ちょっとこのままだと23シーズンのカードはそんなにいいのは期待できないかな。限定とかでまあどうなんすかね。まあ85超えるのかな。どうかなって感じですね。なので、ちょっとそんなに期待はできないかもしれないです。ただまあ復帰してくるとね、まあ全然また、 はい、高グレでカムバックしてくる可能性は十分にあると思うので、まあ、そこを期待する感じですかねはいまあ逆にねこのベストゴール持ってる人からしたら結構多分来年も普通にあのチャレマンあさりできるんでねグロアサリできるので仕上げようがあるカードになってるかなと思いますはいその右タチ選手ねうん舘選手は うーんまあね、ここフォーカスで出たんですけど、ここ右サイドバックね、ちょっと適正隠れてますけど、えー、持っててディフェッチが高い選手となっております。で、まあこのね、フォーカスで結構ね、こういったカード多かったんですけど、ここもね、ボナーセンディフェッとかしっかり一致してて、このカードね、非常に強力だと思います。まあタッチ選手もね、ちょっと最近どうすかね、あんまりまた名前聞かないかなうーん。まあお隣の大岩選手とかがね、センターバック定着とかしてるので、その分でちょっと切る、苦しいのかなそうでもないのかなちゃんと出てるのかな うーんって感じがしますけどね <laughs>。まあどうなんでしょうというところがちょっと気になりますけど。確かね、福岡戦の時いなかったと思うんだよな。うん。いなかった気がしますけど。果たしてどうなんでしょうというね。最近ちょっと直近がどうなってるのか。僕もそんなにちょっとベルマーレを詳しくは終えてないので、まあちょっとわからないですが。うん、多分出てなかったと思うんで。まあもし出てないとしたら、うーん、ちょっと、 と厳しいかな。特に前半ね。前半の検定は、なかなかやっぱ試合でないとね、この今のやつ、まあこのフォーカスもね、まあやっぱり、あの、ないとダメですからね。うん。ってなると、まあやっぱりちょっと厳しいのかなと思いますけれどもね。果たしてどうなのかっていうところですね。まあここは今後ちょっとどうなるかが気になるところであります。 はい。ということで、続いてお隣なんですけど、大岩選手ですね、まあ。大岩選手今年ね、結構また良さそうですね。はい。まあ、大岩選手、うん。まあ、センターバックでの出場がね、今シーズンちょっと目立ってますが、まあ、とりあえずね、スタメン級に、まあ、名を揃えているので、まあ、ね、レギュラーから登場すると思いますし、まあ、そういったところを含めて、 うん、ちょっと今シーズンはね、期待もっとできるんじゃないかなと思います。昨シーズンもね、一応今日キャプテンということで80は超えてましたが、それ以外では、うん、80は超えてなかったと思うので、うん、そこがちょっと気になるかなって感じですかね。まあ、レギュラーのグレードとかがどこまで上がるかちょっとね、今のところわからないですが、うんって感じですね。まあそこがどうなるかちょっと注目かなと思います。 で、ちょっとね、ついでに今ね、ちょっと動画撮りながら、タチ選手の成績調べたんですが、全然あの、出てました。すいませんでした。<laughs> 福岡戦で見なかっただけでした。後半から出てましたね。うん。先発では出てなかったもんね。はい。ちゃんと出てました。ということで、タチ選手に戻りますけど、タチ選手もね、はい。今シーズン期待できると思いますし、まあ、大岩選手もね、同じく期待できると思います。ちょっとシステムの変更があったみたいで、まあ、どうなんですかね。ちょっと今後どうなるか、ちょっとタチ選手見ていきたいところでありますが、まあ、大岩選手はとりあえずね、今んとこね、うん。 良さそうですね。はい。まあもしかしたらレギュラーとかでもね、85とか狙えるのかもしれませんというところで、来シーズンも注目しましょう。はい。続きまして、塩谷選手ね。うん。まあ塩谷選手もね、非常にこのフォーカスね、いいカードが出ましたね。まあディフェッチ高い選手って、ここね、塩谷選手もちなみにボランチもね、できるんでね、しっかりとね。うん。まあそこも非常にいいかなと思います。 今シーズンは、まあでも今シーズンもね、まあ、相変わらずしっかりと出場続けてますし、まあ、ここも来シーズン以降も十分に期待できるんじゃないかなと思います。 まあ、広島ね、あの、3バック組みますけども、センターバックのね、右とかで、はい、しっかりと今シーズンの試合出てるので、まあ、安泰して、まあ、レギュラーからいいカード出るのかな。まあ、広島ちょっとグレード高めになってきたので、ちょっとどうなるかわかんないですけど、まあ、レギュラーから今年は十分に、はい、85以上の可能性が匂えるシーズンになるんじゃないかなと思うので、まあ、ここも来シーズン以降はね、はい、まあ、あの、右サイドバックのディフェッス高い選手としても、まあ、注目かなと思いますので、まあ、ここは期待していいでしょう。 はい。ということで、えー、4人でした。ということで、次はね、えー、3ブロックの4人いきたいと思います。こちらです。はい。えー、左から小柳選手、えー、その右が、えー、鈴木大介選手、えー、その右が亀川聡選手、亀、えー、川正史選手。僕いつも間違えるんだよ亀川選手した名前ね。ごめんね。うん、ごめんなさい。 えー、一番右は、えー、岩竹選手ですね。はい。まあ、この4人なんですけど、まあ、J2 にこっから入っていきますね。はい。まあ、小柳選手ね。まあ、昨日も、えっ、ー、と、ちょっとレギュラーをね、引っ張り出して、えー、紹介させていただいたんですけれども、まあ、小柳選手ね、もう皆さん知ってると思うんですけど、まあ、本当に、もうディフェンスの中でもね、本当にトップクラスだと思いますけど、まあ、本当に、ディフェンスの高さといいね、この守備範囲の広さといいね、もう本当に需要の塊なんですけれども、うーん、まあ、今年ね、 うんまだちょっと見てないからね、大丈夫かなっていうところがありますけど、ちょっと怪しいですよね。<laughs> いい、いい選手だだけにね、ちょっと見れてないのがちょっとね、寂しいですけどね。どうなんですかね、怪我かなんかしてるのかな小柳選手ね。今年ちょっと見てないですけど。さ果たして、そこがちょっと心配なので、レギュラーカードとかちょっと出ないからね。うんそういうところがちょっと心配ではありますよね、ここね。うん ってことで、まあ、後半から出てくればいいかなぐらいですかね。前半はちょっと厳しいかもしれないですね。このパターンだとね。はい。で、おつな、えー、お隣、右、鈴木大輔選手ね。まあ、鈴木選手ね、去年の後半とかはちょっとね、見なかったですけど、今年はね、しっかり開幕から、えー、見れてる選手だと思います。まあ、うん。 まあ、鈴木選手もね、本当に両サイドバックできて、うん、ディフェッチ高い選手としてね、需要の塊みたいな選手ですけど、まあ今年もね、比較的しっかりと安定して試合には出てますし、うん、そういうところを含めるといいんじゃないかなと、個人的には思いますね。はい。まあ、グレードがちょっとどこまで戻るかわかんないですけど、うーん、多分でも昨年のグロとか見る限りはおそらく、 開幕85乗ってんじゃないかな、乗るか乗らないかギリギリのとこかもしれないですけど、でも多分乗ってそうです、の乗ってそうだけどね、<laughs> 乗ってると思います、おそらくね、おそらく乗ってると思うので、まあ、来シーズン以降もすぐね、注目できるんじゃないかなと思いますね。はい、なので、ここ鈴木選手ね、23シーズン以降も、まあ、結構いいカード出る可能性は高いんじゃないかなと思いますね、このままいけばね。はい、で続きまして右ね、亀、えー、川選手ですけど、 なぜか僕はね、いつもね、上川選手のね、下の名前間違うちゃうんですね。まさし選手ね。うーんで。上川選手ね、開幕スタメンでは出てたんですけど、ちょっとアビスパでね、最近ちょっと出番がないので、そこがちょっと気になるかなーって感じがしますね。はい。 まあ、レギュラーカードは出るんですけれども、あんまりクレードもそこまで期待できないのかな。うーん、今の感じだとね、そこはちょっと気になりますね。なので、まあ限定、今年限定どうかなこのまま行くとちょっと厳しいかもしれないですね。うーん、だから更新がちょっと難しいかもしれないですが、まあ後半機会を増やせば、まあ戻ってくる可能性は十分に、はい、あるのかなと思いますので、まあここはある意味注目かなと思いますね。まあこれからどうなるかね。 まあ僕はアビスパサポなんで <laughs>。そうかしっかり見ていきたいと思いますね。はい。で、お隣、えー、右ね、岩竹選手ね。岩竹選手ね、開幕戦はいなかったんですけど、そこからしっかり戻ってきましたね。うーん、まあ。 どうすかねレギュラーカードは出ないけど、まあ、この調子の出場機会だと、まあ、限定とかでそのうち出てきそうですけどね。あとは、まあ、追加のレギュラーとかでも、はい、ぜ、あのー、登場あると思います。なので、まあ、開幕からいきなりスタートダッシュ決めて、まあ、レギュラー85とかではないですけど、まあ、徐々にね、はい、カード追加とかが来れば、まあ、出てくるだろうし、このまま行けばまたフォーカスとかね、まあ、そういう系でも来シーズン見る機会はあると思います。 まあ岩竹選手ね、タイプスタミナだからね、まあ、ここは非常にね、出ると、まあ、あとはスキル構成次第ではね、非常に当たりカードになる可能性も十分に秘めてる選手なので、ここは来シーズン以降のね、注目していきたい選手かなと思います。はい、では続きまして、えー、4ブロック目ですが、ここは残り3人になってますので、3人紹介していきましょう、こちらです。はい、えー、左から浦上選手、右が藤井、えー、その右藤井選手、その右が黒木選手となっております。 はい。まずね、一番左、浦上選手ね。うん。今年からね、大宮に移籍してますが、まあ、浦上選手もね、比較的大宮でも、まあ、出場機会しっかりと得てて、まあ、カードはね、しっかりと出そうな感じではありますが、開幕は確かに、ね、スタメンじゃなかった、うーん、開幕スタメンじゃなかったと思うんですよね。確か、そうだよね。開幕、ここも開幕スタメンではないので、うん、ちょっと気になるとこでありますね。あと、まあ、レッドカード1枚もらっちゃっててね。うん、まあ、前の説は出場とかしてないですけど、 そこは気になりますね。はい。一節飛ばしてるので、出場機会としては、まあ、まだまだこれから増えていくんでしょうけど、まあ、だから大丈夫だと思うんですけど、まあ、ここもレギュラーに関してはね、あとで追加とかで、まあ、やってきそうな雰囲気かなと思いますね。はい。まあ、なので、ここもまあ、岩竹選手とね、同様ね、スタートダッシュは決まらないかもしれないですけど、まあ、徐々にね、巻き返してきて、まあ、限定なりし、レギュラーなりの追加とかで、まあ、いいカードが出ることを期待できるかなと思いますので、まあ、今シーズンも引き続き期待できる選手かなと思います。 はい。で、真ん中の藤井選手ね。藤井選手は、えー、もうすでにね、群馬満了になってて、今ちょっとどうなってるかわからないですぐらいの状態なので、うーん、まあ、来シーズンはちょっと今んとこはちょっと厳しいかなって感じがしますね。はい。まあ、なので、ここちょっとね、まあ、その期待という分にはちょっと厳しいですけど、今はまあ、エクスペ当たった人はね、急いでね。 チャレマ周回群馬でして、まあ落としに行く、まあ切らなり、ね、センス厳選なりをしていくっていう、この短い期間になりますが、うん、まあちょっとね、育成期間短すぎてちょっと厳しいというところもあると思うんですけど、まあ、まあ手に入った人で、まあ結構カード自体はね、非常にいいので、まあここね、できればね、仕上げたいですね。まあクラちゃん用でもいいし、リーグ用でもいいと思うので、しっかりと仕上げたいところかなと思います。はい。で、一番右本日最後の選手ですが、黒木選手ね。 まあ黒木選手ね、えー、熊本ね、ちょっと移籍が続きましたけど、いろんな選手ね。まぁ、あ、黒木選手ね、残留されてまして、今年もしっかりと試合に出場してるので、まあ、ここはレギュラーからね、まあ、開幕戦からしっかり出てるので、まあ、レギュラーから期待できる選手かなと思います。まあ、ちょっとこのね、シーズンフォーカスはね、スキルがちょっと、まあハードタックルとシャープフィードということでちょっと弱めだったですけど、まあ来シーズン以降ね、まあ… 熊本の中でも結構トップグレードぐらいになってもおかしくない選手ですから、まあ、今後、はい、いいカードが、まあ、去年よりも正直出てもおかしくないんじゃないかなっていう、はい、感じはしますけどね、まあ、ガーディアンとかそういうところも含めて、まあ、しっかりと出、はい、そうなのでちなみに黒木選手確かね去年のガーディアンそんな強くなかったよねガーディアン出てたかなガーディアン出てないか菅田選手は出てたのかな まあでも、うん、今年はそういうガーディアンのとことかね、まあやっぱり主力になってくると思うので、まあ限定のね、露出回数とかもやっぱ増えそうですよね。まあそういうところを含めると期待は結構できるんじゃないかなと思います。 はい。ということで、えー、全選手ね、15選手かな見ていったんですが、まあ、こういった選手たちが右サイドバックができるディフェチの高い選手となっておりますので、まあ、リーグ用とかでね、特に使うときは、ここら辺の選手たちを狙っていく形になるのかなと思います。まあ、なのでね、まあ、皆さん、あのー、それぞれね、まあ、ちょっと、右サイドバックでも意外とね、グレード高い選手がいないかなうん、意外といないね。<laughs> 左の方がいたような気がしますね。うん。 まあって感じなので、なかなかちょっとね、やっぱ厳しいんですよね、選手とかね。やっぱ意外とね、サイドバックね。なので、まあどっちかというと、やっぱり、まあ、グレードでご了承するというよりは、まあしっかりとセンスとかキラーとかを整えて、まあ戦っていくっていう感じになっていくと思うので、まあここは特にね、育成、育成に気配りをしないといけないと思うので、しっかり皆さんね、まあそういうところも意識して育成できるようにしましょう。で、まあ一応ね、名前あげなかったけどね、全然強い選手他にはいます。はい。 他にもいます例えば、まあ、スタミナ値だけとかで言うんだったら藤原選手とかね、あのー、新潟のね、とか、まあえー、直近の青ズとかで言ったらまあ小池選手とかもいたんですけど、まあ、ディフェッチが高い方の選手ではないので、まあ、一応ちょっと省きましたけど、まあ、最近そういった選手でも結構ディフェッチ高めに出てくる限定とかもあったので、まあ、来週以降もそういう傾向にあるんだったらね、そういう選手たちも全然あのこういったところの目玉に入ってくると思うので、まあ、そういった選手たちもいることをね忘れないようにしてください。では、今回の。 えー、右サイドバックね、はい、ライトサイドバックのマフェッジ高い限定選手ピックアップ動画は以上になります。まあ、よかったらね、来シーズンにこの参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。